北海道関節鉄道63010型はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は北海道庁鉄道部が1897年にアメリカ合衆国のボールドウィンロコモティブワークスから2両を輸入した車軸配置2から6から2単式に寄討の飽和式機関車で1905年の 北海道関接鉄道の国有鉄道への編入に伴って国有鉄道席を得たものである。メーカーでの種別故障は10から24日 4D。北海道関接鉄道時代は D1 型と称したが、関接鉄道編入後は BA 型と称した。1909年の鉄道員の車両称号規定制定に伴って3010型と改版された。 形態的には、山陽鉄道が導入した10型や、台湾総督府鉄道の E14 型に同調しており、これに同軸一軸を増やし全長を伸ばした印象で、運転室の後方が開放され、炭鉱が独立して設けられているのが特徴的である。側水槽は、上面が緩やかなスロープとなっている。ボイラーは、ストレートトップ型で、 第二環道上に蒸気ドーム第一、第三環道上に砂箱が設けられている。両社は北海道炭鉱鉄道の手宮工場と北海道関接鉄道の滝川仮工場で組み立てられ1898年4月から上川線で使用が開始された。国有鉄道編入後も北海道口で使用され1923年12月に廃車解体された。 ありがとうございます。